皆様こんばんは、ゴーママです。ロップは2018年の4月に生後7ヶ月で家へ来ました。とってもわがままで気が強くていたずらばっかりしていました。私を毎日てんてこまいにするぐらいのうさぎさんでした。でもとても優しいところもあって、ウィルが怪我をした時はずっとそばにいてくれたり、子猫たちに決して手を出すこともなく、ずっと遠くから見てました。時にはね、うるさいねんって怒ったりもしていましたが、優しいうさぎさんでした。今日の11時40分頃、病院から帰ってきてケージの中でうとうとしていました。さてロップさん、点滴しようかと声をかけましたが、ロップの目は私を見ることができなくなっていました。お母さんはすごい悲しくて悔しいです。ロップに最後のお願いをしました。ロップは抱っこが大嫌いな子でした。でも最後にお母さんに抱っこさせてーなってお願いしました。いつものように触らんといて、離してやめてーなって暴れたりすることはありません。お母さんはずっとこうやってロップのことを抱っこしたかったんやで。なんでこれが最後やねん。本当に悲しいです。最後は女帝ではなく、ロップにプリンセスになってもらいます。かわいいで、ロップ。みなさん、あたちロップ、いっぱいいっぱい頑張ったんやけど、しばらくお月さんへ帰ってくるわ。たった5年半やったけど、あたちすごい楽しかった。おっきなワンコさん、猫さんたち、わちゃわちゃした中で、ちょっとな、うっとうしいなとかあったけど、わちゃわちゃで楽しかったで。あんな、みんなもな、いつか来るその時まで、あたちみたいに、命キラキラで、過ごさんとあかんで。ほな、ちょっとま、先に、月へ帰っとくわ。さよならは言わへん。行ってきます。ありがとう。